ゆうべくん、やっぱ作戦剥奪な。ビアンコネリは、キャピタルゲインを増やすために移籍金を人為的に釣り上げ、実際に所有しているよりもはるかに大きなクラブ資産を事実上移転しているかのように見せかけたとして有罪判決を受けた。公聴会は本日ローマで開催され、FIGC 検察官ジュゼッペ・シネシが主張し、2023年1月に当初請求していた9点から増額となる11点の罰金刑を提案した。陪審団の返答として代わりに、10ポイントのペナルティを受けた。セリエ A での順位は勝ち点69から59に下がり、2位から7位に下がった。ユベントスさん勝ち点剥奪されてるやん、 CL 圏内しブラホビッチ取れないかな。ユベントス今まさに試合してる最中なのに勝ち点剥奪するの鬼畜の所業すぎる。先生ユベントスくんが勝ち点剥奪でやる気なくしてます。あれユベントスこんな順位下だったっけ、勝ち点剥奪された。ラビオやっぱり試合前に勝ち点剥奪の結果知らせるのダメだろ、こんなに力入らんて普通。ユベントスの勝ち点剥奪でアーセナルが CL のポット2に入るのマジ？アーセナルがポット2にいるにはインテルの CL 優勝が条件だったけど、ユベントスの勝ち点剥奪によってポット2に繰り上がるっぽい。セリエ A で CL 権を争うミランとアタランタはどっちもアーセナルより UEFA 係数が少ないからアーセナルはポット2濃厚多分。ユベントス勝ち点10剥奪？この最終盤に来てこれはかわいそう。これチャンピオンズリーグ出場チーム変わるよね。ユベントス落ちてナポリラツィオインテルミランの4チームが進出かな、来季 CL 考える。これでミランクルあるか。